韓国の女性アイドルグループ、プロミス・アンダーバーナイン、プロミスナイン、ノペク・ジホンさんとソン・ハヨンさんが6日、韓国、広州で行われたキア・ KT 戦の始球式に登場した。韓国プロ野球クボの公式 YouTube が映像を公開すると、かわいい、大好き、最高ですねとファンに笑顔が広がった。実際の映像、球場に舞い降りた二人の女神、かわいい、 へそちら美女の始球式にファン興奮2人はキアタイガースのホームユニフォームを上に下にはジーンズを着用して登場したペク・ジホンさんは胸の辺りで絞り上げて腰回りがくっきり一方のソン・ハヨンさんは緩めに着こなしながらも白のインナーから同じくへそがちらりと見える姿だったソン・ハヨンさんがピッチャーを務めペク・ジホンさんが打者役として打席に向かった マウンドのかなり前から豪快に振り上げた一頭は大きく右に逸れるボール球となったが、見事にノーバウンドでキャッチャーが捕球。ソンハヨンさんは照れながらも笑顔を見せた。始球式の様子を久保の公式 YouTube が公開するとファンも絶賛。ポニーテールがよく似合ってる、ユニフォームプラスジーンズの組み合わせはシンプルでかわいい、笑顔がキュート、などと反響が寄せられた。